2013年9月30日、京都府知事山田圭司様、原発事故子ども被災者支援法の基本方針策定にあたり、京都で公聴会を開くよう、府公庁に要請してください。そして、京都府下の原発事故被災者の現状を把握し、避難者支援施策について国に要望してください。東日本大震災及び東京電力原子力事故の被災者避難者に対し多大なご支援をいただき誠にありがとうございます。特に国による支援がほとんどなく苦しんでいた原子力事故自主避難者へのご支援を事故発生後早期より柔軟に実施してくださいましたことに心より御礼申し上げます。昨年6月全会一致の議員立法により国会で成立した東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律以下支援法はこの原発事故被災者の放置状態の抜本的改善への希望の光となりました。この支援法は被爆を可能な限り避けながら被災地に住み続けることも避難を選択することも避難先から帰還を選択することもいずれも自己決定として肯定する画期的な理念法です。そして支援法に基づく施策の適正な実施に資するため、当該施策の具体的な内容に被災者の意見を反映し、当該施策の具体的な内容を定める過程を被災者にとって透明性の高いものとするために必要な措置を講ずるものとする支援法第14条と明記されています。復興庁は支援法成立後、即刻被災者の実態を調べ、被災者の声を集めるべきでした。ところが、これを1年2ヶ月も放置し、被災者の意見を聞くこともなく、8月30日に被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針案、以下基本方針案をたった2週間のパブリックコメントを求めるだけで公表しました。多くの批判を受けて、パブコメ期間は10日延長されましたが、被災者にとって透明性の高いものとは程遠い実態です。支援法の存在を知る人は少なく、被災者自身にも知られていない現実があります。福島、東京では説明会を開いたそうですが、京都府をはじめ関西にもたくさんの避難者の方がいます。避難していることすら周りの人に言い出せない人、避難しているのに避難登録できない人もいることを考えれば、その数は今把握されている何倍にも上ると考えられます。こうした人々に直接意見を求め、対話を通して必要な支援施策を把握していく作業が必要です。基本方針案の施策は、今年3月に公表した被災者支援パッケージと変わらず、既存の施策の寄せ集めになっていて、同法で最も重要な避難の権利を保障する避難者施策は全くありません。33市町村だけの支援対象区域は汚染の実態とかけ離れています。健康不安の解消ではなく、生涯にわたって健康診断と医療支援が必要です。関西に住む避難者の生活や健康に関わる実態を改善できる施策実現のために、関西でも公聴会を開くよう、京都府から復興庁に要請していただくよう切に望みます。また、支援法で始まる原発事故被災者の支援について、一本化した府の窓口を作り、京都府下の原発事故被災者の現状と支援の課題を整理し、避難者への国の支援施策及び避難者受け入れ自治体への国の支援施策についての要望を京都府として国に出していただきますようお願いいたします。要望事項は2点です。1、原発事故子ども被災者支援法の基本方針策定にあたり京都で公聴会を開くよう府公庁に要請してください。2、支援法で始まる原発事故被災者の支援について一本化した府の窓口を作り京都府下の原発事故被災者の現状を踏まえ避難者支援施策について国に要望してください。以上です。提出団体は33となってますが34団体以下のようになります。よろしくお願いします。私自身は福島市から、避難をしてで、福岡に長くおりましてこの4月から京田辺市の方に移住をしてまいりました宇野と申します。で京都府には、友人たちもたくさんお世話に直後からなってまして支援をたくさんしていただいているということは聞いておりまして本当に感謝の気持ちでいっぱいです。で
今回この原発事故子ども被災者支援法ができて、まあ、曲がりなりにも動き出すっていう時にぜひですねこういう支援のもう実際の実績と避難者に対する情報を持っている自治体としては多分京都府はやっぱり5本の指に入る自治体だと思うんですがそこから避難者の実態に即した必要な施策っていうのを京都府から国の方に言っていただけないかと思いましてまあ、このような予防書を書いた次第です。で具体的なところは他の避難者の方に、はい、言っていただきたいと思います。私からは私の方からは住宅支援のことでお願いしたいと思います。桃山に今避難しておりまして1年半になります。今までのところ住宅支援の延長というのが1年ごとっていうような形になってましてちょっと長期的な計画というか人生設計というかそういうものを立てにくい状態になってまして子どもの進学のことですとかあとまあ子どもたちがずっと同じお友達と一緒にこう育っていてもらいたいという思いも強くありまして今桃山にはかなり子どもたちも避難してきているので同じ境遇の子どもたちがすごく多いということでお互いにいたわり合えるというか励まし合える部分が母親にも子どもにもすごく多くてですね今も夕方とかになると子どもたちがサッカーで遊んだりとかするちょっと昭和っぽい風景がこうありまして多分そういうことがあるから子どもたちも避難生活長引いてもなんとかこう乗り越えていけるというかそういうところがあるんじゃないかなと思ってます、まあ、ただそんな中でも不登校とかそういう問題がありまして親自身でも何としてもこうできない難しい思春期の子どもを抱えてるっていう方もたくさんいたりとか、まあ、小さい子だったらパパパパって泣き叫ぶパパが、まあ遠距離にいるので月に1回ぐらいしか高速無料化しても1回ぐらい出てくるのがもうなんか関の山というかそんな感じなので子どものメンタルとちょっとすいません話がうまくまとまらないんですけど父親の方もすごく残された父親も今メンタル的に参っている方が多くて、うん、一体俺は何なんだっていううちも時々メール入るんですメール来るんですけど俺って一体何みたいなのがちょっと来るのでまあ、向こうに残された父親のメンタルケアも、まあ、こちらとしてどうしたらいいかわからないのでそれは向こうの自治体とかそういうことにお願いしなくちゃならないことでもあるのかなと思うんですけどそれによってどういうことが起こるかっていうと母子がもう避難を継続できなくて帰ってしまわれる方が今まで何人かいらっしゃるのを見てその母子は頑張っているんです結構お母さんこう一生懸命頑張ろうとしてるけどお父さんが参っちゃってそのお父さんを放っておくことができないお母さんがいてそうするとやっぱり帰っちゃうっていう選択される方がすごく多くてなんかその父親のメンタルケアとこっちのメンタルケアをもうなんとかこうしていきたいとか自分たちでしたいと思うんですけどどうしても限界があって自分のうちだけで精一杯なのに他の方まで手が回らないっていう避難者の状態があるのでその辺のこととメンタルケアの部分と住宅支援の延長っていうのをちょっと長期的にしていただけることができたらありがたいなということを感じております。住民票のありなしで非常に困ったことがたくさんあります、住民票を移してしまうと将来子どもたちが私たち大人も含め健康障害被害が出た時にどういう保障をしてもらえるのかとかいくら住民票を移さなくても大丈夫だよとか言われてもなんかこう今の国のやり方だと何も信じられないですね。ですごく不安なことがあります。でも高校はじゃあ住民票が福島にあったら普通に行けるのかとか税金の問題とか本当に不都合がものすごくたくさんあって私はそれで今まで何度も泣いてきてます。あとこういった問題がは決して被災者、まあ、住民票の問題は被災者の問題ですけれども大きな意味で日本全体の問題だと思うんですね。今、まあ、汚染水もそうですし空気でもどんどん流れてきていますし食べ物でもあちこちに全国に放射能が出回っています。
食べ物でも建材でもいろんなもので国民全体が本当に被爆者だと思うので、私たちだけを孤立させないでいただきたいと思います。で、まあ、国民全体もそうなんですけど、福島はもちろん関東を含む被災地の人々が、この方々が少なくとも病気が増えたら保険料とかも上がるでしょうし、介護保険料も上がるでしょう。特定疾病を受ける人も増えます。生活保護を受ける人も増えます。で、結局放射能の影響で出生率も下がるって言われてますよね。そうすると健康な納税者も減ります。激減します。はっきり言って激減します。そうなったら この国自体を、国民を支えるのは一体誰になるんでしょうか。本当に教育費とか、もう私には分からないですけども、さまざまなことに税金が少ないってことは、国民全体にしわ寄せがきますよね。年金はもちろん、本当に想像つかないさまざまなところに影響がきますので、被災者だけの問題ではなく、国民全体の問題として、みんなが被災地に帰らなくてもいいように、被災地の人が健康でいられるようにお願いいたします。ありがとうございます。私は関東、東京からもう住民票を移してこちらに参っておりまして、最初母子避難で、二重生活で10ヶ月、その後連れ合いが京都の出身だったものですから、もうこちらに転勤をしまして来ております。で、当初から関東や宮城など南東北の方たちなども、やはりこちらに自習で、住宅受け入れない方たちもたくさん来ておられましたので、そういった方たちの、情報交換とかつながりを作るというようなことをしてまいりました。その経緯でプラットフォーム会議も参加させていただきました。もう府の方はご存知と思いますけれども、京都府内には関東からの方もたくさんおられまして、中京あたりの高倉省などある年度は12人が横浜からの転校生だったとか、私は左京におりますけど岩倉のあたりとかにもたくさんおられます。で、現状としましては、やはり住宅受け入れがない母子避難者の方がほとんどですので、二重生活でギリギリの状態で働きながらということで、疲れてしまって、1年ぐらいで持たなくて帰ってしまうというような状態もあるので、以前府の方に伺いまして、例えば府の一人親施策というものをね、DV ので逃げてきた方と同じような形で、住民票があちらにあった形でも何か保育園の入りやすい方法ですとか、何かサポートができないかということをご相談参ったことがあるんですね。で、現状では関東からの避難というのは避難としては一応は認められて、法的には認められてないものですから、被災者登録ができてもそういったものが運用ができなかったんですが、そういったことを運用している社協の自治体があるところもあるので、できたらそういったことも考えていただけたら大変助かる人たちも多くなるかなと思っています。そして特に北関東、それから統括地区と呼ばれる千葉県と東京都の東部あたりからもたくさんこちらに来ておられるんですが、場所によりましては福島県の会津などよりも高い土壌汚染のところなどもあるんですね。実際に関東で子どもたちの尿検査や血液検査をずっとしてきたお医者さんによりますと、その値にやっぱり異常がかなり出てきまして、高中級という値が 4000というのが平均値なんですが、小学生が2500になっているんです。東京古代なしなんです。尿検査しますと見直し後からセシウムが出るというような状態ですので、やはりこちらでですね、今は福島県民調査という形で福島県の方たちだけはされているんですが、避難してきた子どもたち、などに例えば小学校で心電図を毎と小学校1年生でするような形で血液検査や甲状腺エコーとか、そういった必要な施策を行政としてご配慮いただけたら、子どもたちの、定期的な健康チェックになるかなというふうに私は強く願っております。それからですね、先ほど川崎さんもおっしゃったんですけれども、
結局ですね、東日本の出身者は津波、原発事故、それから大地震という形で、3つの災害ドラマというようなものを抱えてますが、この状態というのは目に見えません。神戸の方ではやはり震災があったので、 PTSD や災害ドラマやケアというものの NPO が、行政の姿勢が割と育ったところなんですけれども、特に関東の人間は福島の方の前でこんな地震のと原発事故のことだけ言えないとか、そういったこともあって、お互いこうケアし合うような形でワークショップを私たちもしているんですが、やはり避難者が避難者をケアするっていうのはなかなか困難があるんですね。で、子どもたちも府のプラットフォーム会議で伺いましたのは、10人に1人が不登校ということですので、親もしんどいですけれど、当然思春期のお子さん、子どもたちっていうのはケアが必要なので、やはり一般のスクールカウンセラーの方たちにもご理解いただくということと、帰国子女枠のように特別なこう災害ケアみたいな形での、避難者に対しての眼差しや専門的な、ケアが必要ではないかなというのを日々感じているような状態ですので、できましたら自治体でできることとして共に考えていただけたらと思っていますので、どうかよろしくお願いいたします。避難してこられた方に話していただいたことは本当一部で、やっぱりこんな短い時間で、お話しできることではないので、やはりぜひ京都で、なしはその関西でですね、東京と福島だけで今公聴会開かれてるんですけども、そういったことではなくて、ちゃんと時間をとってちゃんと避難してこられた方の話を聞いていただきたいということがありまして、ぜひこれを国の方に要望をしていただきたいと思うんです。で、それから2つ目の一本化した窓口を作って本当にして京都がちゃんとしてこられたことがありますので、その意見を把握して国に要望していただきたいという2点を今日要望しているんですが、これらについてちょっと一番特に急ぐ中身なんですよ。やっぱり国の方がもうすぐに動いてしまおうとしておりますので、できるだけ早くできましたら府の方からもこれをやっていただいて、ちょっとご回答いただけたらなと思っているんです。2番目の方少し時間がかかるかもしれないと思っているんですけれども、それについてもその現実化、具体化に向けて動いていただきたいなと思っておりまして、これもできるだけ2週間とかそれぐらいでどんな風になっているかもご返答いただければと考えております。大変な思いをしてですね、関東から東北から避難されてきているという方の切実な要望というふうに我々としても受け取らせてもらってますし、書いていただいているように京都府でも避難の受け入れですね、自主避難者の方もずっと受け入れてまいりましたので、気持ちは同じ気持ちでおるつもりでございます。で、要望事項にあたりましては受け取らせていただきますが、私も担当しておる立場でもございます。で、これはしっかり上司にも伝えましてですね、これに向けて相談もしてまいりたいと思います。はい、今までですね、その意見公募この間23日に終わったんですが、東の方ですけれども、13の自治体から意見書などが出ていたりとか、市長からも意見書が出てますけれども、で、私たちはそこから出てきているものでして、で、避難者としてさまざまな場所からここにいるものなんですけれども、で、こういう私たちの現状を踏まえて意見をしてくださるところとしたら、もともと見ていた福島や東京ではなくて京都なんですね。で、私たちの願いとしては、私たちの状況を知ってくださっている京都府が、やはり東がもう悲鳴のようにですね、これでは足りないんですっていう意見書を上げてるんです、自治体がですね。で、京都府からもですね、ぜひ私たちの現状を知る府として、もちろん私たちが言ってることをそのまま言ってほしいとは思ってないんです。府として受け入れてる府として必要な支援っていうのもあると思いますし、そういうところを言ってくださるようなことがになっていったら本当にありがたいと思ってまして、今回のこの要望というのは、その一つの第一歩なんですけれども、繰り返しになりますけれども、いろんな機会を通じて要望していくことは必要だと思ってます。で、この法律に限らずですね、被災もされている方もこちらに来ておられるという現実があってですね、いろんな支援が必要になって、住宅の延長もそうですけれども、そういったことも含めて国に対して要望していくということは当然この法律に限らずですけれども必要だというふうに考えてますよね。この法律に限らずですけれども、 でもその原発事故被災者に関して、その生活を再建するための法律というのは初めてできたわけですね。
これに対して今私たちは原発事故被災者としてお願いをしているので、はいはい、この法律もぜひですねこの法律こそ今こそあのお願いしたいということで、まあ、要望しているので、はい、ぜひお願いください、はい、あの早期成立であったりとかあのそれに基づく施策 の、まあ、あの実施というのはすでに求めているところでもありますのでそれ前にですね前の時間ですね、はいはい、今年7月の終わりぐらいおそらくその思いというのはそれほど変わりはないんだと思います。あ、いけない。お願いします。お願いします。大丈夫です。すいません。